浜名は海上自衛隊の給油艦、後に補給艦に種別変更された。艦名は浜名湖に由来する。同系艦はなし。デリックを両原装備とした際の写真海上自衛隊の初の給油専用艦である。第一次防衛力整備計画の原計画には含められていなかったが、 訓練公開の期間延長による訓練効率の向上及び原子力潜水艦の造成に伴う対戦戦作戦の長期化に対応するため昭和35年度予算において急遽2900トン救急油艦として計上された計画番号は J-102 とされ技術研究本部において設計が進められた基本的にはアメリカ海軍が 第二次世界大戦中に23隻を建造したパタプスコ給油総監を拡大して構造は日本海事協会規則に準じた商船構造とされた。ただし高速航空下でのスパンワイヤーを用いた横引き給油というアメリカ海軍方式は大日本帝国海軍海上自衛隊を通じて経験がなかったことから浦賀選挙では設計案の検証のため 模型実験が繰り返し行われた。当時護衛艦の乗用速度が12から15ノットと想定されたことから、最大速力16ノット、給油速力12ノットと設定された。これは、大日本帝国海軍の知床型、インコ型給油艦よりやや高速で、その先型、足ずり型給油艦と同程度であったが、 優秀船舶建造女性施設に基づき建造された高速単価愛よりは低速であった。船形としては、船首楼、船尾楼を有しており、その間のウェールデッキの上に給油甲板を設けて、両楼を接続するとともに作業スペースとして用いることとされた。船首楼交端には3層の環境構造物が設置され、戦闘指揮所も設けられた。 艦隊用給油艦としては、最小規模であったことから、搭載量としては、下油4000キロリットル、真水1000トンとされた。重油供給ポンプは600キロリットル、時の給油能力を持つ石川島県型、渦巻式場北ン駆動ポンプとされている。これは火花を生じる恐れがある、電動機を嫌ったための措置であり、船体後端に2機のボイラーが設置されていた。 デリックポストは、両言前後に、計4機設置していたが、元来一時防の計画外であったことから予算上の制約が厳しく、新造時においては、デリックブームは、右言前方と左言後方の2機のみ装備された。収益後しばらく同様の状態が続いたが、1978年11月6日から、翌年2月28日にかけて、残る。 左限全部と右限後部のデリック増設工事が日立造船員の島工場において施行され、竣工以来十数年ぶりに本来の状態となった。当初から燃料だけでなくも水や量食の補給も考えられていた。量食等の補給用にデリッククレーンを2機装備した。また、若干接続方式としては当初は、 対戦時アメリカ海軍と同様の単純な押し込み式が採用されていたが、後にフランジ方式、カップリング方式、プローブ方式と順次に改良された。新造時より、並走として、環境前の選手路上に 40mm 連装機銃を1機備えており、これはマーク51射撃式装置による統制を受けた。また、レーダーとしては、 カサド型総改艇と同型のオプスマイナス 4D が搭載されていたが、これは1978年11月から1979年2月にかけての定期修理の際に、ダ・カミ型総改艇と同型のオプスマイナス9に更新された。歴代艦長も招き収益25周年、記念助手席間近の、はまな、浜名浜名は 昭和35年度計画に基づく旧油かに温泉1号館として、浦賀選挙で1961年4月17日に寄港され、同年10月24日に浸水、1962年3月10日に収益し、3月15日付で、クレッチ包帯に編入された。そして基本的な訓練が終了した同年5月より、PF、梅を、 受給艦としての基本給油訓練に着手。7月からは、PF、ケヤキを受給艦として、アメリカ海軍海上訓練指導隊の指導下に訓練を重ねた。アメリカ海軍、FTG の最終審査に合格した後、1962年10月1日に、自衛艦隊に直轄艦として編入された。以後、遠洋航海部隊への給油等の実任務をこなす。 一方、海事唯一の給油艦として、艦隊の養生給油訓練に従事した。1976年5月11日には、監視故障の変更に伴い給油艦から、補給艦に変更された。1987年3月24日、補給艦、とアダの収益に伴い除籍。25年間の収益期間に、 洋上補給を実施した官邸は延べ3921隻、早急油量は318129.69キロリットル、総工程は474698.4回りに上った。ありがとうございます。